おはようございます。おそらくこれも1週間ぶりぐらいの動画になるんじゃないかなと思ってます。おはようございます、庶民ランナーです。最近ちょっと動画のペースが落ちてるんですが、申し訳ございません。単純に仕事が忙しくてというか、仕事で走る機会が減ってます。詳しくは先週のね状況なんかまた後ほどこうテロップで上げていくか、いつも通りテロップで上げていくんですけども、もう週3ぐらいしか走ってなくて、先週今週もそうです。でほとんどスロージョグなんでですね、上げることがないっていう感じになってます。で今日は先日で、ね、前回の動画でこれやるって言ったやつです。詳しくはそちら見ていただければと思うんですけども、ペース走になります。で私サブ4目標でですね、スピード解決をしたいサブ4目標になりますんで、だいたいペースは4分20とか4分15ぐらいで、いきたいなと思ってます。距離はそうですね、15ぐらいを目標にしていきたいなと思ってます。無理なペースではないのは分かってるんで、いけるのは分かってるんですけどね、どれくらい余裕を残せるかっていうのがポイントになるかなというふうに思ってます。では行ってきます。よし、行こう。やばい、まだ全然早い。キロ5とかで走っちゃってる。1キロ目5分4秒ですね。だいぶ早いです。入りがね4分50とかで走っちゃったんで、それで今落としていってる感じですね。2キロ5分26秒こんなもんですね。3キロ目5分19とかですね。順調です。でもね、ちょっともう心拍もうちょっと下げたいんですよね。今ね、150後半ぐらいです。もうすぐゾーン5行っちゃいますね。あ、今ゾーン4なんですけどね。もうすぐ5ですね。4キロ目、5分14。5キロ目、5分14。もうね、心拍数が170近くまで行ってるんですよね。これじゃ意味ないんだよな。6キロ目5分11いいペースですね。で心拍数は結構高いんですけど、163、4ぐらいですかね。ただそんなにこう変なきつさはなくて、まあきついけど、多少きついけどなんとかなるっていうか、まあ走り続けられるって感じですかね。今164とか出てますからね。
さあ残り半分とちょい頑張ります。7キロ5分10秒8キロ、5分12うわ心拍がね170とか173、4ぐらい上がってるんですけど、感覚的にはすごい楽、今楽ですね。7キロ8キロぐらい行くとこう疲労感が落ち着くんですよね。以前からハーフの時もそうだったんですけどね。何なんでしょうこれ、心拍が高いんですけどね。9キロ5分14、ほぼ5分15ですけどね。10キロ5分5秒ちょっと早い、落ち着こう。10秒15秒早く、遅くていい。ちなみに10キロは52分ぐらいでした。11キロ5分14、順調。12キロ5分6秒、早いですね、10秒早い。なんかね心拍が高いまま160後半とか上がったりするんですけど、体感はすごい楽なんですよね。なんて言えばいいのかな、そこそこきついペースなんですけど、どこまででもいけそうなというか、そんなペース感ですね。というか2、3キロの段階から特に体感のきつさ何も変わってないです。13キロ、4分59、早すぎる。14キロ、5分12、よし落ち着いた。さらす1キロ、最近がっつり心拍を動かすラーニやってないんで、ラスト1キロ上げます。ラスト1キロ上げすぎた、ラストきちい。お疲れ様です。15キロのペースを終わりました。なんかね実際は14キロペースです、ペースをして1キロこう流しというかがっつり上げて終わったみたいな感じで、まあ計15キロですね。で、15キロのタイムが1時間17分とかなんで、まあまあ想定通りですかね、想定よりもちょっと早いのかな、5分15を切るぐらいのペースで14、5キロいけたっていう感じになりました。今日の課題というか今日のこう目標というか、まあ、課題ですよねっていうのは、まあ、このペースでいって、いかに余力を残すかっていうのが今日の課題でした。前回とか前々回のハーフなんかで結構心拍ゾーンっていうのが5っていうね、無酸素運動って言われるところまで結構ガッツリ飛び込んでて、まあ走れ結構粘れるではいるんですけど、やっぱそのとこ飛び込まない方がいいわけでですね、5分15前後でどうかななんてずっと思って、もうちょっとね低いゾーン4ぐらいで行きたいなと思ってたんですけど、今日はね4と5をだいぶ行き来して5が長かったんじゃないかな。心拍数的には結構上がりました。なんかね185っていう数字初めて見たんですけどね、まあ、それは多少の誤差として多分180近くまで上がったんでしょうね。うん、ただまあまあ160後半とかが多かったんじゃないかなっていう感じです。で心拍数的にこの数字としてはねこうきついところまでがっつり上がっていってたんですけど、体感的には実はそんなにきつくなくて、なんて言えばいいんですかね、まあきつくないっていうと嘘なんですけど、ちょっと嘘っていうかねちょっと語弊があるというかなんですがこう全然いけるきつさっていうか、比較的快適なきつさっていうのかな、こう無茶がないきつさ、全然大丈夫な感じですね。心拍数的に170ぐらい入ってすげえビビってたんですけど、全然こう息も上がりすぎることなく呼吸も安定してて、
あ、全然まだまだいけるなっていう感じでした。なのでね、ちょっとこの心拍数に関してはこう今までの経験的にね、あのこの心拍やるとやべえ持たねえみたいなのがあるんですけど、ちょっとそれをこう変えていかないといけないかもしれないですね。結構粘れますね。160前半だったら楽勝というか、まだまだっていう感じで、あ、160後半からあの、あ、上がってんだなって思った方がいいぐらいの感覚かなっていう気はしてます。はい、今日も結局序盤3キロぐらいから、まあ、160声出してあらあらあらって思ってたんですけど、こうそこからね、まあ、心拍数も上がったり、まあ、下がったりもしましたけど、あのきつさ、体幹のきつさはね、結局14キロぐらいまでは最初の2、3キロ3キロ地点ぐらいからかな、3キロから、14キロのところまでは、ほぼきつさっていう面では変わってないですね。変わらずいけちゃいました。なのでまあまあ、うん、いい感じだったんじゃないかなと思います。こういう練習をもうちょっとやっていこうかなと。次は20キロぐらい行きたいですけどね。うん、20キロ行ってどうかなって感じかな。全然いけるんですけどね、きつさが変わるのかどうかっていうのはちょっと体感していきたいなと思います。でレースなんですけどね、この5分15で行くのか、もう少し落として、まあ、5分20とか25の間ぐらい、まあ、その辺で行くのかっていうのはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。この心拍数この感じで行くとどこで止まっちゃうのかっていうのはちょっと不安に思いながら走る感じになっちゃいそうですね。もう少し、もう10秒ぐらい落として心拍数もこう落ち着くんであれば、それで行った方が精神的には楽というかね、安心できる感じになりそうですけど、まあ、ちょっともうあと2ヶ月あるんで、その辺はこう探り探り、まあ、自分の体感どうかっていうのを感じながら進めていきたいなと思います。まあ、5分15でね、30ぐらいまで行ければそれが一番いいですよね。5分15で30まで行ったらね、次の5キロ5分40とかでまで落としていって、で残りの35キロから42キロまで7キロっていうのはもう6分超えるぐらい、6分10、20とかでもね、多分サブ4できちゃうんで、そういうプランでもいいのかなと。まあそういうプランが現実的かなとは思うんですけどね。じゃあどうでしょうか。はい、そんな感じです。はい、ということで、本日は、まあ、本日の動画は以上になります。本日はですね、12月1周を練習の報告を最初にテロップで入れて、後半 に関しては、今日走りました15キロのペースを14キロ、まあ、15キロにさせてください。15キロの、レースペースでのペースになります。引き続き頑張ります。ちょっと今月ね、あの全然走ってないんで、なんとかしないといけないんですけどね。まあ、ちょっとなかなか今月はちょっとやばいですね。マラソン、フルマラソン2ヶ月前とは思えないぐらい走れない月になるかもしれません。まあ、それでもちょっと質を上げる方向で頑張ります。ということで、本日は以上になります。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。